はい。えー、テクノトラントが大好きなサイバーイケメン世代、えー、世界を変えるエビフライ55です。えー、今日、ちょっとあの、ヒラムとレンの試合見てて、いやー、負けちゃいましたね。うーん、まあ、でも正々堂々やって、負けたんだし、あのー、戦ってくれてありがとうって感じです。はい。で、 えー、今日は、えっ、ー、と、ゲーム情報をまたちょっとお伝えするんですけどうーん、このシンクロニクルっていうのが気になるんですけど、昔、前のチェーンクロニクルのなんか新しいバージョンなのかなって思うんですけど、 正直、まあ、それは、ちょっとまあ、それしかないかな、と思って、俺の知ってるやつしか話さないんで、まあ、あーっていうですかね、まあ、まあ、結局、シンクロニクルしかないと思うんですけど、馬娘、馬娘、里のダイヤモンド。うーん、正直、馬娘って、 あのー、人気のあるやつしか興味ないんですよね。うーん。まあ、馬娘はちょくちょくやってるんで、あの、いい情報があったらお伝えしようと思います。まあ、とりあえずこのシンクロニクル、ちょっと見てみますね。えー、3月23日に配信。えー 放送番組リリース日公開生放送で発表した。本作はチェーンクロニクルのシリーズの後継させ、一度きりの選択が物語を左右するスマホ向け RPG だ。なお、番組ではこの他ゲームの新規公開情報なども発表されたので、後ほどまとめて掲載していく。うーん。ああ。まあ。つーか。 <laughs> あのシンクロニクルちょっとあれなんですよね、ウェブ番組って言うけど、正直、あのー、ゲームファンはそのゲームの情報誌にしか興味ないんで、まあなんていうのかな、の長いダラダラとしたムービー見せられても、なんていうんですかね、だれちゃうんですよね。 あの、別にあの、なんていうのかな、番組の内容を知りたいんじゃなくて、ゲームの内容を知りたいんで、うん、ちょっとどうかなぁと、思いますね。うーん、まあ、そんなこと言ってもしょうがない。<laughs> まあ、テインクロニクルがとことこ面白かったんで、俺も少しやりましたけど、ただ、ちょっと、あの、なんていうかな、途中でだれちゃったんで、 なんつうんですかね。うーん。そのシミュレーションゲームが好きな人だったらすごく面白いです。はい。うん。そうっすね。ああ、俺は多分やらないと思うんですけど、まあ、どうせ無料だし、まあ、面白いの探してるんだったら、ぜひやってみてください。結局、ムービーなかったな。 ちょっと待ってください。結局、ムービーがあったのかないのか、ちょっと確認してみます。うん。先行プレイ。先行プレイ。 何だろう <laughs> これ、単なるシミュレーションじゃないっすね。うん。この動画見る限りでは。んなんだ、ドラガリアロソっぽいっすね、なんかちょっと。なんか、あの、昔のチェインクロニクルは、なんか本当にただのシミュレーションゲームだったんですけど、これ見る限りでは、アクション要素もあるのかな。ん ちょっとね、俺、ドラガレーロストやってるんで、まあ、こういうのは、あの、新しくやる人に向けてはいいんじゃないでしょうか。あのー、まあ、ドラガレーロスはそこそこ楽しいんで、まあ、俺がこれをわざわざやる理由はないんですけど、まあ、初めてやる人にとってみれば、新鮮で楽しいんじゃないですかね。うん。うん。 まあなんか新要素あの一度きりの選択肢しかないっていうからまあスリリングな展開を楽しめるんじゃないでしょうかはいじゃあ今日はこれで終わりたいと思いますそれではあグッドボタンやいいねチャンネル登録もお願いしますはい,いつでも